ここに置くのね。オープン。シャキーン、シャキーン。うわー、とっても素敵だね。シール貼りたい。パンパンパン。最後に階段を置けば、じゃじゃーん、できた。キッチンやベッドもあるわね。あれに、くもりん、どうしたの？ここってどこかと似てるんだよね。どこかって？あ、そうか。幼稚園に似てる。確かにそうね。みんなで幼稚園ごっこしたい。いいね。私は先生役をやろうかしら。それじゃあみんなで幼稚園ごっこをレッツプレイ。さんさんがいっぱい。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。それじゃあお勉強をしていきましょう。あれ、サンさん、どうしたの？お勉強したいけど、黒板がないね。どうしよう。簡単に作れるわよ。どうやって？小さめの段ボールを1枚用意して、その上に画用紙を貼り付けて、枠をつければ、ほら、黒板の出来上がり。とっても簡単。それじゃあ問題を出すわね。このフルーツの色は何色かな？なんていうフルーツだっけ？ヘタがついてるかな。リンゴ。そうだ、リンゴだ。てっきりバナナっていうかと思ったよ。バナナとは形が違うもん。よくわかったね。くもりん、天才でーす。ということは赤色だ。大正解。お腹空いたな。お昼の時間にしましょう。僕、目玉焼き食べる。パンケーキ美味しそう。オムライス、いい匂い。それではみんなでいただきます。ごちそうさまでした。たくさん食べたら眠くなってきた。次はお昼寝の時間よ。くもりん、階段を上がってみて。みんなもぐっすり寝るのよ。よく寝たー。お外で遊びたい。くもりん、よく眠れたようね。遊ぶって言っても遊具がないよ。それなら滑り台で遊びましょう。みんなついてきて。あ、先生待って。どこにあるの？ここに滑り台を持ってくるのよ。どういうこと？実はこの階段が滑り台になるの。じゃじゃーん、すごい滑り台だ。くもりん、早速滑ります。やはーい、楽しい。それ滑るの気持ちいい。あ、くもりん、どうしたの？服が汚れちゃった。あ、ほんとだ。じゃあお風呂に入らないとね。でもこのお風呂だとみんなは入れないね。それじゃあでっかいお風呂があれば入れるに。そんなのどこに？これでどうかしら。うわー、すごい大きさ。でもこんな大きさのお風呂入れないよ。先生に任せなさい。じゃじゃーん。滑り台？そう、これで楽しくお風呂に入りましょう。滑ってみたいと思った子はグッドボタン。服のまま入っちゃおう。ヒュッホー、ザッブーン、いっけー。みんなはちゃんと服を脱いでお風呂に入ろうね。わーん、BB の髪色変わってる。クマリンも変わってるよ。みんなすごい色になったね。カラフルでとっても綺麗よ。お家に戻りましょう。幼稚園ごっこ遊び楽しかったね。お家を幼稚園みたいにするの面白かった。みんなもポケメルハウスでいろいろな遊び方をしてみてね。あれ、くもりんは？バナナ。で
がとう、今届けるよ。僕たちサンサンキッズだよ。みんなお友達になってくれてありがとう。お友達100万人記念の限定キーホルダーが出るんだ。グッズショップで予約受付中。今日のお絵かき。してくれて